小林翔です。門寮です。今回ですけども、ちょっと門寮をとある場所に連れて行こうと思って、拉致監禁しているところです。で、大阪のね、とあるところにも来てるんですけど、門寮には、車乗った瞬間から目つぶってもらって、今止まってるんでね、限定で目開けてもらってるんですけど、今、ある場所に来てるんですよ。じゃあ今からね、向かうので。で、一旦目つぶってもらっていい？もう一回。もう一回目つぶって。はい、OK。じゃあお願いします。バカ田舎やったけどな、今。目に合わせて髪の毛切ってきたってのめっちゃあるから。これすらもう俺プレゼント、俺の中ではもう一個はその理由あったんやけど、髪の毛切ろうと思った理由は、でもその一つはこれやから、髪の毛長すぎて前髪下ろせへん。切ってくれたんや。そう、すごい。切りました、このために。そうがいいですよね、皆さん。どう思います？まあ、ほんま先頭上げしたかったけど、まあでも下ろすのがいいっていうから、今日一日はもうそれでいいかと思って。ありがとうございます。ちょっとすごいっすよ。ラチだもんな、ほんとに。エンジン回しますね。はい、空の旅が始まります。すごいんやけど。すごい、怖いねんけど。確かに。ちょっとなんかアトラクション乗ったみたいな感じ。ジェットコースター乗るみたいな感じやもんな。怖い。すごいすごい。回り出した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 。上が。すごい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 。すごい。早っ。そうだ、これ怖い。どけどけどけ。怖い怖い。怖ない。怖い。やば。早っ。うわ。死んでも始まった。うわ。これ朝からめっちゃ楽しいな、これ。一発目アトラクションや、完全な。でもさ、ヘリって夜景とかじゃ夜じゃないん。まあまあ確かにそうだけど、俺ら交通手段としてヘリ使ったもんな。足足や、これ足どっかに行くってことか。そう、これアルファだから。なるほど。そう、すごい。みんなこれアトラクションだけど、ヒカル君たちもただ移動手段。ただ移動手段。やば。うわ、来た。じゃあお願いします。うわ、始まる。すごい、音がすごい。ほんまに怖い。あとこれ伝わるか分からんけど、めちゃくちゃ暑い。やばいっす。やばいっす、マジで。サウナ目のある。で、窓開けたら窓開けたで、風がえぐいから一旦暑さに耐えてます。まあ、サウナを楽しんでもらおう。リアルサウナ。暑いじゃん、見て、ちょろちょろ。暑いじゃん、暑いじゃん。じゃあ上がります。はい、お願いします。まあ、松潤とかも後からこれ飛行機で来ます。ヘリコプターはね、定員があるんで。はい。ヘリコプター降りてね、今からアルファードでまたちょっと1時間ちょっとね、移動なんですよ。なんか風景見たらすごい田舎なんやけど、都会から離れてね、とあるとこ来て、はい、こっからまた1時間走ったところで一旦あるものが待ち構えてるんで、そこまでちょっと移動です。また果てしなく長いんですけど、まあ、そこが移動したらそっからは本番始まるみたいな。まあ、ここまではもう正直もう余興にもならんぐらいのレベルやな。いや、だからヘリが移動手段っていうのがびっくりしたからね。でも結構楽しかった。楽しかった。空の旅みたいなのかと思ったよ。ああ、なるほどなるほどなるほどね。それめっちゃしんどいもん、空の旅ずっとやったら。いや、だからなんで夜じゃないんやろっていうのが第一感想。いや、俺思った以上にヘリテンション上がったわ。爆睡しとった。最後らへんはな、最初だけめっちゃアトラクション乗るみたいな感じだった。ジェットコースター上がっていくみたいな感じの気分になった。思い出したタワーブテラあのクソみたいなターン。お前、前さ、富士急行ってくれるらしいんで。あ、行ってくれる。はい、またいつ言ったね、それ言ったからと思う。まあでもこれは使うんで、もう行きましょう。だからまた、いや、でも前さね、お前それ言ったらお前も一番嫌なことさせるって。血液1リットル最初。はい、いただきます。ずっと抜き続ける。分かった、しておきます。まあじゃあ目的地までね、ゆっくりと進みたいと思います。はい。もうそろそろね、着くみたいで、じゃあこっから目つぶっといてもらっとこうかな。目つぶっといてもらって、到着したらもう一回ちょっと目開けてってタイミングで開けてもらおうか。じゃあ普通に寝ときます。OK。 じゃあこっちで OK。 じゃあ目を開けてもらって、あ、こっちこっち、着物、まずとりあえずこれに今から着替えてもらいます。一旦、まあ、衣装ね、ちょっとこれでいくっていうのもちょっとあれやと思うから、一旦この素晴らしいどこなんだってさ、外見てないね。もうこれだって風呂よ。まあまあ、どこ？まあ外はちょっとまだ見せるよ、ちょっとまだ。一旦これ着替えてもらって、風景は目をつぶってもらうから。もう分かりました。じゃあこれ着替えてもらいます。あの、制作線とか、はい、ちなみに僕はこれです。かっちゅう。これね。え、カブトはさすがにいないの、これ。まあ、した方がいいかな。重たこれ、めっちゃ重いですよ、これ。かっこいいな。ちょっと今日キングダムの世界に生れるぞ。ただ歓喜かぶらないんでね。歓喜がかぶらないんで。じゃあ着替えます。はい、完成しました。こちら。かっこいいよ、信長スタイルで。
かっこいいな、これ。戦に行こうかなと思います。あと、カブトをかぶるかどうかっていう、ここなんですよ。これ、かなりね、僕、キングダム好きなんで、換気スタイルになってきたなって、この感じ。すごくこれ。めっちゃ硬い、マジで。もうこれ、多分刀で切られても、多分切れへんと思う。防御力、だいぶ高くなりました。やばい、この辺とかやばいっすよ。全身防御。重いですか、これ。7キロぐらいです。おぉ。姿勢が高い。これ、ね、これ刀持ってる。すごいな、これ。これ、多分、殺してきたやつ、これでいくってことですね。そんなちっちゃいのでいくんですね。もっとなんかでかいだから。でもここまで正直たどり着くやつってもう相当じゃないですか。狙われない。こうやって作戦ってある感じですか。かっこいいなこれ。でももう軍師っていうかもうエースですからね。すごい。すげえな。あ、確かに後ろすごいっすね。時代を感じるな。こんな感じだった昔って。っていうかさ、触れてなかったけどそんな人ったんよすごい、ほんまに歩かれへん、やばい。じゃ今からね、この衣装で近くのとあるところ向かうんで、で僕からちょっと目つぶってもらって。またオッケー。歩ける大丈夫。ヒールやで、ほら行きましょう。じゃあ、うわすごい。うわ、こっからがもう、これ、え、これ本番、これが本番。ちょっと雰囲気がさ、ちょっとさ、夜でいい感じがする。はいはい、オッケー。じゃあここでちょっとまだ目つぶってもらって向かってもらいます。じゃあお願いします。あ、ちょっと音が聞こえてきましたね。うん、祭りっぽいの。すごいなこれ。何な、もういつまで目あれなあ、これ一応敷地内なんで、シートベルトあんな。ホテル泊まるんじゃなくて、うん、お城に泊まります。これ奥州城っていうの。奥州城です。奥州城、これどこ。愛媛県。この城に今日は泊まるっていう。どこに城に。この中あれ、え、すごいんやけどこの方たちは俺もこの方たちは何かわからない。凄まじいエキストラやねと思ってくれた。借りると全部ついてくる。ディズニーのスタッフみたいな感じ。どういうこと、このお姫様体験みたいなことをさせてくれたっていう意味。そう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 、なるほど。ホテル泊まり慣れとるやろから、うん、城って泊まったことないですね。ないないない。そうそう、だから今回城を特別なるほど、これがメインなわけや。これがメインかって言われたらまだ。あ、そうなんや。そう、いや、すごい。はい、着替え終わりました。浴衣に着替え終わりね。めっちゃいいですね。めちゃくちゃ綺麗や。鬼早着替え。あれからヘアチェンもして着替えで20分でやりました、うん。俺、今の方が好きやわ。俺も、うん、めっちゃいい、めっちゃいい。じゃあ、これ食事ね、この殿の食事。これ殿と姫が食べてたやつを再現したらしいっす。すごい、だいぶ豪華な食べ方ですよ、ね、らしいっすよ。殿キャビア食べますこんな、まあ、一応再現らしくて、まあ、殿と姫の食事をいただこうかと思います。じゃあいただきます。いただきます。めっちゃ美味しそう。しかも海鮮もあるし肉もあるし、はい、刺身もあるし、どうぞ。あ、いただきます。どれから食べよう。橋の形がなんかこれでなんか多分祭り行くみたいな感じで浴衣で。ああ、確かに。おま、しかも夜にさ、気温がちょうどいいね。祭りなんか俺行けへんもんな。行かれへんやろ。大騒ぎになりますからね。そうならんけど、ヒカルさんはやばい。いや、モンリョウさんも言ってたもん、絶対なるっすよ。星の音もなんかやっぱいいな。うん、いいね。あれちゃう、夏やったら涼むしないって感じじゃん。これ涼むしじゃない。ちゃうやろ。違うんですか。涼むしじゃないですか。涼むしやろ、これ。虫やろ。涼むしやろ、これは絶対。チュンチュン言うてんね、だって。うわ、すごーい。すごー